宇崎つかの四国一周車編の旅。どうも宇崎つかです。今日は第12番札所長山寺に来てます。駐車場結構広いな。駐車場広い、すげえ景色がいい。本当に山の中にいるね。なんか見えてきましたよ。何ですかこれ。宅発禁止、不動明王じゃない。あれ寝てる、犬に乗ってる、象に乗ってる人がいる、考える人がいる、大仏様がいます、菩薩様がいますね。びっくりした、いないなと思ったら上にいた。また座禅の人がいる、大仏様はいますよ。正面玄関に着きました。長山寺の正面玄関ですね。よいしょ。これが門ですね。この阿吽の像の人は赤いですね。赤い感じがする。まず貼らないでください、大切にしてねって一礼をしてね入ります。空気がいいですね。なんか本当森林の香りがする、いい匂いがする、爽やかな香りがするね。お、ショップがあります。 木がくり抜かれてるね。なんかかっこいい形の公衆電話がありますね。階段を上ると本堂がありますね。左に手を洗う場所があるね。右が太子堂、鐘がある、そしてブランコがあるな。なんだブランコって。うどん200円。あ、宿坊か。ここに泊まれるんですね。宿坊一番左側に宿坊があるんだ。連打しないでねって。団体さんがいっぱい線香をあげたからすげえいい匂いがするな。ろうそくはこちら。アティハラギャティハラソギャティボーチソワク。お賽銭を入れて納札。そしてこちらが太子堂。ろうそく。結構これかっこいい香炉だね。ハニャハラミタシジョー。お札を入れましょう。ここで書いてもらえばいいでしょう。はい、お願いします。はい、どうぞこちらでお願いいたしましょうか。が車でしょうか。車ですね。はい、今ね、豆腐をお参りいただいた上、すみませんけど、別に300円です。はい。道路の時間でそしてお願いしております。6円。はい、ありがとうございます。はい、お待たせをいたしました。これは、12番の長山寺の御朱印です。以上が12番札所、長山寺でした。またね。